はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。直子様、ご支援ありがとうございました。ありがとう頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。安圭様、由美子様、松戸ポスティングボランティアお申し出ありがとうございました。安圭さんと直子様は、今日のデモにもご参加くださいまして誠にありがとうございます。半年ぶりに NHK スクランブル、イコール解体デモをやってまいりました。渋谷で、沿道からはですね、 NHK スクランブルって何、払いたい側なの、払いたくない方っていう声があちこちで、聞こえたそうで、反響じゃないか影響っていうか効果が大きかった。まあ渋谷歩ってるような若い方、スクランブル放送なんつっても何のことやら、ワウワウなんていうのも知らない人もいる世代の方多いですもんね。まあこんだけいればね、これスクランブル交差点通過中のデモ隊なんですけれども、交差点の歩道に人ぎっしり、なんかね信号1回で約3000人が行き交う世界一の歩行者数の交差点ぎっしりなんですよ。まあこんだけ人いれば疑問を持つ方増えて、検索してくれるともっと嬉しいんだけどな。NHK っていうかテレビに疑問を持つ人増やせたと思います。奈良からいらしてくれたマルコマルコさん、なんと奈良から、金沢からいらしてくれたドライバーさん、他参加者の皆様誠にありがとうございました。群馬から来たっていう人もいたな。あとは支部長閣議も お手伝いお疲れ様でした。あとは車出してくれたたっくん、ありがとうございます。まあこんな感じでやったんですけれども、動画は後ほどアップしますのでご自分の有志をご確認ください。よろしくお願いいたします。参加者数はガチ計測で150名、プラススタッフ11名の161名でした。数えてくれた公安さんにですね、じゃあ主催者発表1600人っすねって言ったらゲラゲラ笑ってました。連日の国葬反対デモ集会でめっちゃ働いてそうです。めっちゃ休めなかったそうです。安倍川族頑張ったなぁ。命の炎も燃え尽きて真っ白な灰になってくれるといいんだぜ。むしろなれって感じですけどね。真っ白な灰だですね。燃え尽きたでーからと言って真っ白な灰になってくれるといい、むしろなれという感じなんですけどね。ハッシュタグで岸田教団っていうのができてて、これは2004年から活動されているバンドさんの名前です。頼むから政権批判には使わないで、あ、これ使って政権批判してんだ左翼どもが、いうことでね。左翼教団っていう左翼教団ですね岸田教団っていうバンドありまして、数々のアニソンに出てる有名バンドでありました。岸田教団のハッシュタグを政治批判に左翼が使い始めて、ロックバンド岸田教団&ザ明星ロケッツが宗教団体と勘違いされ巻き込まれ、トレンド書き換え作業が始まる騒動まとめ部というのもできてました。岸田教団にしろ、安倍神社にしろ風評被害多すぎだろう。左翼界隈がこのタグを使って政権叩きしたところ、これが実在するバンドで、このタグを使うなとファンがブチ切れてるんだけど、すでにファンによる浄化が終わったらしく、政治関連のツイートにたどり着けない。左翼、発狂左翼どもよりも岸田教団さんのファンの方が強かったですね。数いないんですよ、その左翼、岸田教団、使って政権叩き、してる左翼、数はいないんですよ。昨日だったっけかな、橋本琴恵のアカウントの存在を許すな、なんていうハッシュタグができておりまして、橋本琴恵さんって保守速報さんに、長所の記事載ってっから、ちょっと有名な右翼女性ですよね。維新かなんかから衆議院議員に
立候補したこともあんのかな、ちょっとうろ覚えですけれども、それを使ってるやつらはあのガチ左翼に違いないっつって、それ弾いたらですね、検索結果ゼロになってました私。なんかすでにそういうやつはブロック済み。私あの五軒だとか令和新選組支持とか肉球新党とか見るとあの問答無用でブロックしてんですよね。どうせ私の日本語向こうに通じないし、電柱のあの日本語も通じないし、下手に噛みつかれても噛み合わねえからめんどくせえの、お互いのためだと思って肉球新党とか見ると先んじてブロックしております。で、橋本琴恵のアカウントの存在を許すなというですね、そういうことを言ってるやつはすでに全員私ブロックしてました。だからあの全員ブロックって言うってことはそんな数いないんだよ。あの連中はですね、凶暴なことを一日中つぶやいてから数が多く見えるだけで、声がでかい少数ノイジーマイノリティそのものだなぁ。検索結果ゼロって言った時にあの腰抜かしましたけども、次の攻撃先を渇望のあまり混迷する安倍側の皆さんって感じしません？岸田教団に飛びついちゃって、なんせ楽ちんでしたもんね。あの安倍側言ってね、よかったし、左翼とマスコミ全力の安倍魔王設定がうまくいきすぎたってことなのかな。行き先を失った安倍側の情熱のターゲットは感動的だった菅前総理の弔辞にも向かってまして、志位和夫が弔辞がーって、ああもうしつこいなって思ってたら、古文の山添拓もやってました。本当に共産党は多様性がないな。あのあいつらが言う多様性って俺らが望むようにやれっていう意味なんで、都合いい時だけね、他人には多様性だっつって、自分と異なる意見でも受け入れろみたいなことを言うんですけれども、自分らは異論は認めず排除するっつうね。世論、人間としてダメ、こういう人間にはなりたくないもんだ。どこが強権政治だったか説明を、完全にヘイトスピーチなんだが大丈夫か。これだから国民から白い目に見られる、個人の勝手な感性だけで騒ぐから嫌われる、鉄板支持層だけを確保しときゃ自分だけは安泰、こいつらとその仲間が騒いでただけで有権者は別に騒いでなかったよ、個人を誹謗収賞する人にいい政治ができるとは思えないんだわ。その通りですね。日本人の資格もねえわな、死んだらみんな仏様っつね。今や数少ない洗脳済み安倍側向けのアピールでしょうね。新規信者が見込めない現状でこの人ら話すわけにはいかんもんね。世間は共産党の言い分に耳を貸さないから、いつまでも支持者向けにそうやってればいいですよ、一般世間からは呆れられてるといいですよ。まあそれしかねえしね。デニー知事、辺野古基地建設阻止のため国連に演説に行きます。世論、国連関係ないやろ、内政のこと話されてもえってなるだけなんじゃ。さすがにこれは異常な行動、知事が国防に口出すんじゃない、明日にでもロシアが攻めてくるかもしれないのにのんきだね、遊びに行くの暇なの、国連を誤解してないか。国連の方に行きました。デニーの支持者はこれで騙されてくれるたやすい人らも、もしくは基地がの人ら、中でも強力なのがですね、基地移転したらものすごく困るですね、普天間基地周辺地主、これ軍用地地主って、言いまして、数多くいるんですけれども、あの普天間基地周辺のね、この人らが何人いるか知んないですけど、移転阻止のために何でもするなこの人な、すげえ困んもんな。一縷の希望でデニーに寄付もしたし、人員も出したりし、知り合い回って投票を頼み込んだりもしたでしょこの人らは。移転しって困っからさ、知事は国防に口出せません、残念。デニーはそれ言わないでこの人だから引っ張るだけ引っ張ったんでしょうね、悪いやっちゃな。まあ左翼で悪くない人なんかいませんけどね。最初にまず全て奪うからっていうのを隠して平等に配分しますなんて言ってね、悪くない人いません。あの左翼に、ロシア占領したウクライナ東部4州を併合した、国連
併合は無効、安保理決議、ロシアうるせえな、拒否権発動、決議そのものが吹き飛ぶ、何この茶番、ロシア4州はもうロシア、それを防衛するためには手段を選ばない、核兵器使っちゃうぞ、ウクライナガン無視、それっつってドネツク州のリマン攻撃、ロシア政府リマン駐留軍兵士5500名はより有利な戦線に移動したと発表、陥落したそうですウクライナ軍が奪還したそうです、世論よく正直に発表したな、隠しきれないから、我が軍は転進した、ボロ負けの間違いだろう、戦略的撤退だそうです、消滅した数千人のロシア兵を移動したってことにしてる可能性、リマンに取り残されるロシア兵が数千人いるんだけど、どうすんのこれ、移動したからそんなものは存在しない、そんなものは初めからいなかった、いいね、というですね、南北に長い東部4州の中央部リマン奪還でロシアの占領部分がですね上下に分断されちゃいました、クリミアは完全に孤立したそうで、ロシアが動きを止める日は近いな、昨日の今日なので、ロシアが核兵器使っちゃうぞって脅す前からすでに攻撃始まってたんでしょうね、つまり脅しが間に合わなかったと、10月1日から実は兵器兵站を無制限に供給したるで、米国レンドリース法発行しました、昨日発行しました、これによりですねウクライナ軍が大攻勢かけた可能性ありますね、ロシアを止めるために大盤振る舞いの米国ですけれども、ウクライナの NATO 参加申請については別の機会につって逃げました、世論本格的には関わりたくないんだろうな、これを見てみたらロシアと全面対決になるし、武器だけ渡した方が楽なんやろうな、票のために軍需産業に金を流したいだけだし、黒幕なのに渋ってみせる悪党ぶり、経済制裁で仕留めたいんだろう、まあ今更 NATO に入りたいっつってもさ、ウクライナさ火事になってから火災保険に入りたい、事故にあってから自動車保険に入りたいっていうようなもんでちょっと困るよね、保険会社 NATO もそんなこと言われ、今まさに紛争中で、入りますなんて言われても困るよね、数年前からウクライナは NATO 入りしたいって動いてたんですけど、それやるとロシアが爆破しそうで入れなかった事情があります、結局はですねウクライナを入れなくてもロシアは爆発したわけですが、こういうの暴発っていうのかな、ウクライナ支援のために国内の軍事産業にガンガン作らせて、全部税金でガンガン買い取って経済回したい、リベートも欲しい、票も欲しいっていうのはありそうですね、あと経済制裁で締め殺したい、これもありそう、だん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 弱ってってよって、核兵器バーンってやんねえでっていうことでね、全面対決したくない、これも当然、ウクライナが NATO 入り、したらロシアを秒殺しちゃいますね、 NATO が腰上げたら、そうでなければ核の打ち合いになるのも嫌なんでしょう、最近ウクライナがネオナチがっていうのがおとなしいっすね、擁護しきれんくなってきたのかな、ロシアのこと、自領省を守る宣言したロシアがリマン奪還軍に核使う可能性も大きかったんですけれども、まあこれはありそうなんで要監視であります、核を落としてももともと自国領じゃねえしね、ここは自分とこだって言い張ってるだけで、リマンドネツク州、核の脅迫が効かなくて中国共産党はがっかりしてるのではないでしょうか今頃ね、まあそんな感じでNHK でも一つ区切り終わったんで、メール党員さん大募集であります、毎日届く読むだけで頭が良くなるメールご購入で日本改革党をご支援ください、よろしくお願いいたします、デトックスジャパン。